い、皆さんこんにちは、ワナリルフィシです。では今回は信長の野望革新パープキット仮想シナリオ太鼓の恩、続きをプレイしていきたいと思います。今回は豊臣家担当して打倒徳川ということでプレイの方を進めてきています。で今回はですね、まずこちら鳥取城の攻略を行っていきたいと思っています。で鳥取城にはですね、天海とかがね入っているようなので、彼らをね生け捕りにして人質交換なり身の代金要求なりあるいは処刑なりということで、徳川のね力を削いでいこうというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。でこの鳥取城攻略にあたってはですね、まず弓木城から真田隊ということで、正幸、幸村、合計2万。で、さらに、合山戸田城から、滋賀隊、9000、合計2万9000の軍を持って、西と東から、挟み撃ちにするという作戦です。一方、鳥取城の方もですね、合計兵2万が詰めているという状態なので、まあ、油断がならないね、というところですね。まあ、周辺にもまだ徳川の勢力としては岡山城等々もありですね、やっぱり強い、全然兵力的には総合兵力的には劣っているという状態なので、気を抜かずに頑張っていきたいと思います。では鳥取城攻略戦始めていきましょう。まあ、滋賀隊と真田隊で、攻撃をかけていくという展開ですね。で今、小笠原隊が出てきている状態なので、これ、滋賀隊で、小笠原隊のね、退路を立てるようであれば立っておきたいなというふうに思います。まあ、こんな感じですかね。滋賀隊で小笠原隊の退路を立って、確実にね、この小笠原隊と岡本隊、場外に打って出た、合計1万4000の軍を撃破していきたいと思います。では鳥取城ですね、敵兵城外に出てきたものは蹴散らしましたので、ここからですね城攻めを行っていきましょう。では鳥取城の攻略目処が立ちましたので、正幸隊をですね一足先に姫路城に撤退させます。和豊がね、宇多津港に出ることによって岡山城の兵力が少し減っている状態なので、岡山城攻略のね、作戦をここで練っていきたいなと思います。岡山城には金山があるが、どうしても欲しい城ですね。でここ大和郡山城はたびたび徳川軍に攻められてきた城なんですけども、完全に要塞化しました。これでね徳川がいつ攻めてきても四方八方すべて鉄砲やぐらで固めた無双の城ということになっています。さらに今、天守もね、四層天守へと改装中です。前線のこの大和郡山城がね、これだけ手厚くなれば安心かなというところですね。鳥取城制圧完了です。この後は岡山城で、狙っていきたいと思います。あと、天海とかを捕まえているようであれば早めにね処刑しましょう。では天海捕まえてますので、天海をね処刑しておきます。天海の政治力、知略、侮りがたいものあるので早めに処刑します。お、大和郡山城に敵の部隊。じゃあここで大和郡山城はね、先ほどお話したのに要塞化された、かつての城とは明らかに違うものになっているというのをですね、まあ、ご覧に入れましょう。15000、合計15000の分ですね。この鉄砲やぐらを抜け出ることができるのかというところですね。この数の鉄砲やぐらの中を進んできた徳川軍は到着する頃にはすでに
過半数が死んでるんじゃないかと思いますけどね。彦根城からも軍が出てるな。彦根城取れたら大きいよな。本当に邪魔くさいですからね、この琵琶湖のほとりにある。今や大阪城に次ぐ巨大な城となったこの大和郡山城、ここでね敵を散々に打ち減らしましょう。壊滅しました。で最後の最後とどめで出陣してもいいよね。追い打ちをかけましょう。これで敵将をまた打ち取る。捕獲できればお金にもなりますからね。そしてまた城内に戻ります。で敵が減ったらまた出陣して、一気に敵をね、壊滅させていきましょう。では追撃戦に入ります。ここでね、どれだけ数を押し止められるかというのもすごく重要ですからね。かしこまりました。敵部隊、お、二期作が手に入った。ちょうど今秋になっちゃいましたけど、この二期作が手に入ったことによって兵糧がね、心配する必要がなくなるっていうのは大きいですね。で今ですね、福島正則が岡山城を取り囲むように市場を作っているので、これは岡山城からおそらくこの市場をですね、破壊するための部隊が出るんじゃないかなと思います。ここは注力しておきましょう。では備中高松城が新しく、市場として築城されたという状態です。で岡山城を取ってしまおうと思うので、姫路城から真田親子、これを出陣させていきます。またね、正幸と雪村親子、合計2万で岡山城の攻略に入っています。で今ですね、ご覧いただいている岡山城攻略戦なんですけども、正則隊を岡山城へ、正幸雪村隊を、下津城から出てきた原田隊にな、攻略に当てていきましょう。では岡山城で、ね、攻略戦始まっています。このまま一気に押しつぶしましょう。岡山城がね、取れそうですね。岡山城を取ってしまいましょう。で織田森春の返還要求には金を請求して返還しましょう。岡山城の攻略、これで完了です。でこの後の動きなんですけども、まあ、雪村は一度ですね、久しぶりになりますけど大阪城に入ってもらいます。で、四国方面を狙うのか、四国を狙うのか、それともね彦根城を狙って関東を伺うのかというところなんですけども、まあ、一度ですね、四国の方ですね、勢力的に少し押されている状態なので、四国出兵、これをね、考えていきたいと思います。ね、技術なんですけども、まあ、足軽と鉄砲も鍛えたいんですが、この兵能分離入るとむちゃくちゃ軍が強化できるかなと思うので、このね、兵能分離まで頑張って進めたいかなと思います。で必要の学者数が40、適正 S3 人必要ということで、なかなかハードル高いんですけども、ここに向けて一歩一歩進んでいきましょう。次は考えですね。必要学者28なので、まだまだ全然足りないので、まあ、足軽学者、鉄砲学者、築城学者を壊して内政学者に建て替えを進めていきます。ではここで四国に出兵していきたいと思います。まあ、四国をね、確実に取って、徳川とのね、
関東決戦に持ち込んでいければいいかなというふうに思いますので、四国に向けて出兵を行っていきます。もちろん真田親子、正幸、浮村を中心とした大軍団をね、編成して一気にこれを飲み込もうというふうに考えています。では出陣していきましょう。では真田幸村を先発隊に、川之江城攻略戦始めていきます。加藤義明もね、出陣して合計5万5000から6万ぐらいのね、大規模な軍勢になってます。で、川之江城を取った後は一気にですね、四国一帯をね、吸収していければいいかなというふうに思っています。部隊が集まりすぎてますので、雪村正幸親子は先にですね、次の城を目指していきましょう。目的はまずお工場にしましょう。お工場を取った後は中村城を目指していくと、まあ、ここはね、一気に取っていくということで頑張っていきます。これで川之江城が落城です。お工場に向かいます。では続いてお工場攻略戦ですね。ここにも川之江城を攻めた、合計軍でいうと5万ぐらいの軍をね、まとめて送り込んでいきましょう。一気に四国を制圧していきます。で、この工場の近くはですね、鉄砲矢倉がいくつかあるので、雪村を先発隊として、この鉄砲矢倉をね、壊していきたいと思います。北の城から弓木城に向けて敵が出陣と。弓木城の防衛か、まあ、数が少し不安かな。丹後の水軍衆と協定を急いで結べるなら結びたいかな。一応交渉はしましょう。弓木城はね、そんなに戦力的に多い城ではないので、急いで防衛の戦力を振り向けていきます。敵の軍勢がさあ、まあ、大和郡山城に向け敵が出陣。大和郡山城は何度かお話ししている通り戦火に騒動要塞になっているので、まあ安心かな。問題は弓木城の方がちょっと心配ですね。案の定、丹後の水軍衆との協定には失敗した。もう一度派遣しましょう。しつこくしつこく。水軍衆が味方してくれるかどうかで、守りきれるかどうかも決まってくるという状況ですからね。お味方が城内に突入しました。厳しいか。兵2万防御戦力もない。うわ、すんげえ戦力だな。どうだろう、10万近い軍勢ですよね、きっとね。二条御所、大阪城ともに戦力不足。弓木城、八神城も7000だろう。鳥取城に関しては1000しか入れていないし、いや、弓木城を落とされるかもしれないな。弓木城を落とされてしまうと八神城が危なくなる。これは急いで軍を戻した方がいいな。雪村隊だけでも一度大阪城に帰還しましょう。動かせる戦力が今ちょっと少なすぎますね。で、正幸も御所に戻ります。行け。弓木城を差し出す形にはなりますが、弓木城をめぐって再び決戦に挑むという戦略でいきましょう。